ザリガニ。どうもーザリガニでーす。ということでね、この画角ということはそう、速報のコーナーでございますよ。でもね、タイトルとサムネ見たらね、わかると思うんですけど、あの嵐のニノ、二宮くんが YouTube を始めたんすよ。ちょうど20分ぐらい前に始まったんだけど、やばい、あのニノがYouTube をやってるんだよ。いつも見てる YouTube にニノがいるって幸せすぎない？でさ、このチャンネルね、今チャンネル名がチャンネル名が4月25日19時オープンのチャンネルっていうね、すごくわかりやすい、面白い、さすがニノっていう感じなんだけど、今日初めてニノが出たのかな。ニノがこう YouTuber らしく出てきたんだけど、すでにチャンネル登録者55万人、そして動画が公開されて20分ですでに17万回再生。さすがニノ、さすが嵐よ。いやね、俺実はあのキンプリファンでオスティアラだから、あーニノ YouTube やるんだ、へーぐらいの感じだったんだけど、いざこうやって YouTube 始まると、え、なんかニノがいるんだけどみたいな感じでさ、俺ですらこうなんだから、嵐ファンからしたら、嵐っ子からしたらやばくない？大興奮じゃない？でしかもコメント欄とかがすごく平和だし、嵐ファンのみんながニノ担当のみんなが嬉しそうにコメントしてて、見てて幸せなのよ。例えば、飾らず、あまり声を張らず、何かのキャラを被らず、ただナチュラルにいるニノがいた。これだ、私が好きになったニノはこんな感じだった。ずっとテレビで見て、ラジオで聞いていたけど、久しぶりに見た感覚、よかったとか、ジャニーズがどんどん SNS 進出してるから親近感が湧いてくるっていう感じでね、もうとにかくみんなが幸せなのよ。だってもうチャンネル登録者50万人超えてるんだから、こんなにたくさんの人がね、嵐を、そしてニノを楽しみにしてたわけですよ。いやー嬉しいね。こうやって自分たちのね、YouTube ルーティーンの中にニノが現れるんだよ。おかしくね？やばくない？で、確かまだね、情報が 100% じゃないんだけど、これからニノがたくさん、あ、待って、チャンネル名更新された、ジャニノチャンネル。ジャニノチャンネル、かわいすぎんか、ジャニノチャンネル、ジャニーズニノ合わせてジャニノチャンネル、ニノらしくていいね。で、しかも何がかわいいってさ、概要欄後で書き換えます。もうこの1,2,3,4,5,6,7,8,9 文字、この9文字なのにもう可愛い、キュンキュンしちゃう。いやーやばいね、キンプリファンでもドキドキする、楽しみだね。これがどのくらいの更新頻度なのか、どういうネタをやるかってのが全然わかんないんだけど、ジャニーズジュニアチャンネルとか、スノーマンみたいなチャンネルのような YouTuber らしさがね、あったらあったで面白いじゃないわ。面白いし、ニノらしい企画があったらね、楽しみだなと思ってます。俺の視聴者さんってキンプリファンがすごく多いと思うんだけど、それでもやっぱ嬉しいよね。これからどんな投稿がされるのかマジでウキウキ。ジャニのチャンネル楽しみにしてますわ。はい、ということで今日は速報なんですけども、ニノが YouTube を始めた件、動画にしていきました。普段はジャニーズに関することやキンプリに関することを動画にしておりまして、おすすめ動画たくさんありますので、よかったら見てみてください。チャンネル登録が励みになりますので、よかったら登録よろしくお願いいたします。そしてこのチャンネル以外にも Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いいたします。いやー楽しみだ。ということで今日のザリガニでした。またね、バイバーイ。